神中はテレビ朝日系列で2005年6月29日から9月28日まで放送された日本のテレビアニメ作品及びそれを原作とする漫画作品。タイトルの神中とは神様で中学生の意味である。広島県の瀬戸内地方にある架空の港町日の出町を舞台にある日突然 神様になってしまった女子中学生、一橋百合えとその周りの人々の生活を描いている。この作品での神様は神道における800万の神のことであり、劇中には百合え以外にも数多くの神様が登場する。ただし、ユリエ以外の神様は人数力を持った一部の人しか見ることができない。神様たちは神様の国という、 神様だけが入ることのできる別世界を作り上げており、神名月には全国の神様が集結して神様集会を開いている。舞台設定は現代の日本に近い本作だが、作中の一般人は中学生が神様になったことを多少珍しがりはするものの事実として受け入れがたいものではないという描かれ方がされている。これは作者の意図したものである。 作中では直接語られてはいないが時代背景は1983年度である。なお、作中に登場する一部の店には取材協力へのスペシャルサンクスとして尾道市内に実在する店の名前が使われている。また、物語の主な舞台であるユリエたちが通う中学校は尾道市立土道小学校が来福神社の社限は牛虎神社、境内は お袖天マグ宮が、それぞれ、モデルとされた。平成17年度文化庁、メディア芸術再アニメーション部門優秀賞を受賞。日本のメディア芸術百選アニメ部門に選出された。原作アニメにのみ、登場数字は、DVD 版での話数。テレビ放送版では、タイラーとデーブは登場していない。コミカライズ版にのみ、登場2005年6月から10月まで。 テレビ朝日系列で放送された。全12話。なお、第3話までは制作の遅れから、本来のオープニング映像とは異なる映像を放送していた。2008年10月から同年12月まで、東京 MX でも再放送された。さらに同局では2010年3月26日に、ROD と合わせて、ブルーレイボックス発売記念特別番組を、 放送したのに引き続き、同年4月から6月にかけて、実質的に2度目の再放送となる、セレクション放送を実施。2011年1月同年3月まで、NHKBS2 で放送。DVD 版には、テレビ未放映のエピソードが追加されており、テレビ版では、回、DVD 版では、話と、話数の数え方を変えている。また、放送されたエピソードにも、 放送時間の都合でカットされたシーンがあり、これも DVD に収録されている。なお、バンダイチャンネルやプレイステーションストアにおける有料のオンライン配信版はテレビ放映版と同等である。一方、ドコモアニメストア等一部視聴サイトでは12話、特典4話という形で分割表記し完全配信されている。 各話のサブタイトルは、それぞれ1980から1990年代の日本のアイドルが歌った曲のタイトルから取られている。歌手の項目内はその曲の歌手、年代の項目内はその曲が発表された年代。舞台となった尾道市では、2006年に尾道、ケーブルテレビで放送された。また、広島地区のみ、案レ列の広島ホームテレビではなく、 JNN 系列の中国放送で本放送終了後に不定期に放送された。音声コメンタリー出演者、月刊コミック電撃大王にて2005年6月号から2007年1月号まで連載された。作画はなるこ花春、全2巻。アニメ版にはない独自の解釈やオリジナルストーリーで構成されている。 1> 第1巻 ISBN978 から4から840233194、第2巻 ISBN978 から4から840237871電撃だよう2006年7月号やオーディオコメンタリーでドラマ CD の発売が話題になったが、虎の穴が2巻封入特典のイラストカードを通して急遽発売中止の旨が伝えられた。その後口述の 深中、大前中にシナリオが全編収録されている。ラジオ番組、お参り、深中がラジオ大阪で2005年5月から12月にかけて放送された。ラジオ大阪の放送時間は日曜日23時23時15分。関東地区では当初 TBS ラジオで放送していたが2005年10月からは ナックファイブにて毎週日曜日22時30分から放送された。パーソナリティはマコ、森永理香、ミネ里が務めた。ありがとうございます。